ウラギンシジミは、蝶木シジミ蝶かウラギンシジミ属に分類される蝶の一種。羽の裏が銀白色に輝くことが和名の由来である。オスの羽の表は、茶色地にオレンジ色を配した色であるが、メスではオレンジ部分が白色、または淡い水色になる。表も裏も飾り気がなく渋い色合い。成虫は花、樹液、腐化、内蜜など、何にでも集まる。 典型的な団地性の蝶で、日本では本州以南に分布。海外ではヒマラヤ地域から中国にかけて分布する。山陸や盆地、郊外の住宅地などで普通に見られる。宮城県のレッドリストで、幼虫目種の指定を受けている。幼虫は茶色をしており、後部に一体の突起を持ち、また節の一つが緑色をしている。幼虫の食草は、 豆科のクズ、富士など、花やつぼみを食べる。成虫は5から10月に見られ、この間に2から3回発生する。成虫で越冬し、春先にも見られることがある。2001年4月23日に、福岡県福岡市で採取した越冬したメスが、捕獲後87日間生存し343個の卵を産卵したことが確認された。裏銀シジミは、 他のしじみウと相違する点が多く、しじみウ科ではなく裏銀しじみ科として扱われることもある。その場合、日本のでウで裏銀しじみ科に属するのはこの亜種だけであり、他の金元種はない。裏銀しじみ属には以下の種がある。裏銀しじみは同化で別赤の種である。ありがとうございます。